アーデル・ヤーノ氏は、ハンガリーの政治家。2012年5月10日より、同国大統領を務める。アーデル・ヤーノ氏ジェールモション・ショプロン県の小さな町チョルナで育つ。1978年から5年間、ブダペストのエトベシュロランド大学法学部で法律を学ぶ。1986年から1990年まで。 ハンガリー科学アカデミー社会学研究所研究員を務めた。民主化勢力の緩やかな連合体であったフィデス・ハンガリー市民同盟の結成に参画し法律のエキスパートとして関わる。ハンガリーにおける一党独裁体制を終焉させた1989年の円卓会議にも参加した。1990年と1994年の 総選挙でフィデスの選挙キャンペーンを滑る。国民議会議員を1990年から2009年まで、議長を1998年から2002年まで、それぞれ務めた。国内の司法制度改革案や選挙法案の作成にも助力した。2009年欧州議会議員選挙で欧州議会議員に当選する。2012年4月16日。 フィデスト・オルバーン・ベクトル首相から辞任したシュミット・パール大統領の公認に指名される。それから5月2日の選出を経て5月10日に正式に着任。新憲法が同年の1月1日に施行されてから最初に就任した大統領となった。2017年3月13日に議会によって大統領に再選。裁判官の妻、ヘルテグ・アニタとの間に 一男三女がいる。アーデルの義父にあたるヘルツェグゲーザは、1993年から2003年まで、ハーグの国際司法裁判所裁判官であった。ありがとうございます。